どうも、デレキラスでございます。さあ、今回は、ウルトラ怪獣シリーズより、完全生命体、イフ、こちらをご紹介していきたいと思います。ウルトラマン公式チャンネルさんの方でも、毎週日曜日にですね、ウルトラマンの非常にこう心に来る話を配信しているわけですよ。で、第1回がウルトラマンエースより、明日のエースは君だ。そして第2回がウルトラマンより、小さな英雄。そして第3回目が、ウルトラマンマックス第15話、第3番惑星の奇跡でした。ということで、この第3番惑星の奇跡、ウルトラマンマックス第15話には、こちらの完全生命体イフが登場するわけなんです。ただ、このイフ、ウルトラ史上最も最強なんじゃないかと言われるほどの、まあ、チート怪獣なわけですよね。ということで、もういろんな意味で、そのストーリーももちろんいいんですけれども、この怪獣自体もですね、すごく伝説になっていて、まあ、まさにウルトラマンマックス最強最速っていうキャッチコピーで始まったウルトラマンマックスにふさわしい怪獣とも言える怪獣なわけです。ということで、今回こちらの完全生命体イフを見ていきたいと思います。下の説明欄にウルトラマン公式チャンネルの第3番惑星の奇跡のリンクも貼っておくので、そちらもぜひご覧ください。こちらの完全生命体イフ、こちらソフビ化されましたのが第4形態ということなんですけども、第1形態が何かというと、マシュマロみたいなああいう白い丸なんですよ。インスタ映えしそうなんてね、ウルトラマン芸人の方でもね取り上げられてましたけれども、こんな感じの本当にインスタ映えしそうなマシュマロのような、なんならもうちょっと可愛らしいぐらいな感じなんですよ。で、攻撃を加えるとどん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 ですね強くなっていってしまう。その受けた攻撃をそっくりそのままコピーできるという能力を持っているんですね。ということで、ダッシュがですね、ミサイルや火薬をバン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 打ち当ててしまったところ、どん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 凶暴になっていってしまい、そしてミサイルをバン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 放つ、もう縦横無尽にミサイルを放つわけですよ。もう手がつけられない。そこで登場したウルトラマンマックスが立ち向かうわけなんですけれども、そのウルトラマンマックスのマクシウムカノンも、そしてマクシウムソードもコピーしてしまうと。しかもマクシウムカノンを受けた時は完全に爆散してますから、もうチリジリになっているわけですよ。そんなチリジリになったイフの肉体がまた一つにガーって一つになって、この第4形態になったということで、まさに最強、まさにチートということで、下手したらどの怪獣よりも強いんじゃないか。ガタドゾーラやウルトラマンビリヤードや、本当にたくさんの強い怪獣がいますけれども、もしかしたらこのイフが一番最強なんじゃないかとも言われてしまうほどの最強怪獣でございます。さすが最強最速のウルトラマックスにふさわしい敵かもしれないけれども、ウルトラマックスすら倒せない。そんなテレビ本編で強烈な、インパクトを残したイフ、ソフビ人形が登場しておりました。はい、足元がこのような感じで、全体的には焦げ茶色の成型色で再現されているんですけども、要所要所ゴールド塗装されていて、このゴールド塗装がね本当に綺麗なんですよね。ギラギラもしすぎず、本当に落ち着いたゴールドで、ちょっと上品な感じすら思えるというか、これがなかなかイフのかっこいいポイントですね。すごくディティールが細かいと思います。ツイーッとお手手の部分ですね。いかがでしょうか。すごく本当にモールドが細かいと思いますし、かっこいいですよね。第3形態かな、その時は四足歩行でかなりこう、ちょっと気持ち悪げなデザインだったんですけども、第4形態になってすごくね、かっこよくなりましたよね。そして剣の部分、こちらがですね、こう剣のような、こんな感じになっていて、これがまあね、かっこいいと。非常にかっこいいと。でここからですね、マクシウムソードをコピーしたね、歯をバン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 出す、あれがすごいね、印象に残っております。はい、まあ、町をね焼き払っていくわけなんですけれども、この凶悪そうなお顔、結局攻撃は攻撃にしか生まない、なんかそういうメッセージさすら感じる憎悪に満ちた顔になってますね。このお顔がかなりこう怖い顔になっておりますね。いかがでしょうか。かっこいいよね。でも赤い目がこうこうと、ね、輝いていて、歯の塗装なんかも細かいと思います。で、頭のデザインがね、やっぱりね、すごく独特ですよね。このゴールドのジャギジャギな感じが、すごくかっこいいです。ちなみに、イフという名前ですが、初期段階ではゼロという名前だったらしいですね。首の部分、少しここに、こう赤っぽいね、塗装が入っているのがアクセントになっていて、おしゃれだと思います。ぐいーっと横へ行きます。横側はシルバー塗装が入っていて、ちょっとこう、散らばアクセントになっていてかっこいいですね。横側こんな感じで、非常に塗装は細かいと思います。後ろ変えてますと、後ろ側は特に塗装はないですね。
ただ、ここからもですね、ミサイル攻撃をバン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 出せるということで、本当にチートでございます。限界なくミサイル撃てますからね。アルティメットチートです。こちらは、旧ウルトラ大怪獣シリーズということで、17センチサイズなんですけれども、若干ね、やはり横のボリュームもありますから、少しサイズ感が小さくなってるんですよ。アルティメットルミナスウルトラマンマックスと並べると、すごくサイズ感がいいですね。少しウルトラマンマックスの方が背がちっちゃく見えるのがちょうどいいと思います。やっぱりこれぐらいのサイズ感だとね、怪獣が独特も出ますし、非常にいいと思います。テレビ本編をね、見ていただければわかるんですけれども、最終形態というものがもう一つありまして、そちらになりますとすごくね、神々しい体中が全て脱皮になって、そしてこう女神のような像まで体から生えてくるというのがすごく面白いんですよね。ウルトラマンマックスのこの第15話に関わった方の、ツイートなんかを見ていると、劇中では見えないようなところまでしっかりとディティールを作り込まれていたらしくて、そのじっくりとイフ最終形態のね、スーツとか見てみたいなと思いましたね。で、ウルトラマックスの DVD の方では、イフエンドと呼ばれるものがありまして、そのイフエンドは、その劇中のような感動するラストではなく、どうやら地球滅亡するエンドらしいんですよ。で、僕それ見たことなくて、ウルトラマックスの DVD を買わないと見れないんですよ。マジで今 DVD 買うかどうしようか、なってます。めちゃくちゃ。でもまあ、ウルトラマックスの DVD、もしかしたら今安くなってるかもしれないんで、まあ、ウルトラマックスの、ね、DVD で、ね、できることもね、欲しいですよね。はい、ということで今回は、ウルトラマックスより完全生命体イフ、こちらのソフビリングをご紹介いたしました。ただいま、YouTube ウルトラ公式チャンネルでは、ウルトラマンマックス第15話配信中ですので、ぜひぜひ見てみてください。毎週日曜日にですね、ウルトラ作品の心に残る一本というのをですね、配信しているので、ぜひですね、見てみてください。はい、ということで、以上、ウルトラチャンネルのご紹介でございました。それでは、バイバーイ。